はい、Naozoohです。今回紹介するのはトミカの未来建設ビッグビルディングです。中には土台本体と部品、数はそんなに多くないですね。シールシートが2枚、こっちはかなりの数があります。設置するための紙製のオリジナルマップ。2001年から2002年のトミカとプラレールのカタログ、説明書、そして青いオフロードランプのトミカが1台入ってました。面白いなと思ったのはこのカタログです。中に VHS テープ、いわゆるビデオのついたセットがあったみたいです。今は DVD ですよね。時代の流れを感じますね。他にも今となってはとても珍しくなったトミカがたくさん載ってました。こういうの見るだけでも楽しいですよね。それでは早速組み立てていきます。下に降りるための入り口みたいですね。反対側から落ちないように警戒色も入ってます。各階のガードレールにも警戒色が入ってます。ビルの横にはライトがついてて、もちろんこっち側全部とこっち側の全部にライトがついてます。一番下には信号がついてますね。その奥には工事用のフェンスがあります。どうやらここは出口みたいです。上の方には建設用の資材が置いてあります。ここにはストップと入ってて、ここは立ち入り禁止になってます。骨組みのこっち側とこっち側にも警戒色が入ってます。建設現場って感じですね。エレベータータワーの下側にトミカと入ってて、そのゴンドラにもトミカと入ってます。もちろん安全第一ですね。メカメカしい感じのシールが両サイドに入ってて、後ろにもついてます。タワーの一番下には工事用フェンスがついてました。これは電動クレーンですね。ここにもちょっとだけメカメカしいシールがついてます。ライトがついててそれっぽいですね。アームには両側に危険と入ってて、先端のクランプには警戒色が入ってます。これはゲートみたいですね。信号と構内注意の表示があります。本体にスロープビルを取り付けます。その隣にエレベータータワーを取り付けます。電動クレーンに電池を入れて、さっきのエレベータータワーの上に取り付けて、下にゲートを取り付けたらスロープを取り付けて、ビルを引っ張り上げれば、はい、完成です。トミカと比べるとこんな感じです。横幅が42センチ、奥行きが28センチ、高さが40センチなのでかなり大きいですね。組み立てる時に見てもらいましたけど、このビルの動きが面白いですね。この状態から一気にビルにすることができます。一気にビルになるので爽快感があって面白いです。で、縮める時はこのオレンジのレバーを解除すれば、こんな風に勝手に縮まります。同じロックが後ろにもあるので、これを解除すればこんな感じで自動的にワンフロアを畳むことができます。ということで、一気に畳むとこんな感じです。そしてまたワンタッチで伸ばすことができます。で、このビルにトミカを上げるにはこの長いスロープを使います。こんな感じです。そしてここから降りていくんですけど、実はこのビル出口が3つあります。1つ目はビル正面のこの出口です。ここからトミカを出してみます。こんな感じです。ビルの中には螺旋状にスロープがあるので、そこを勢いよく下っていきました。もう一回やってみます。かなりの高速なので勢いがあっていいですね。2つ目の出口はこの立ち入り禁止と書いてある部分です。少し削れてますよね。ここが出口になってます。でここから出るには上にあるゴンドラを使います。でこのゴンドラに乗るために隣の白いスロープを使います。このままだとまた螺旋のスロープを滑っていって正面から出てしまいます。なのでここの切り替えレバーをこっち側に動かします。それではこの状態で降りてみましょう。無事2番目の出口から出ることができました。もう一回やってみます。こんな感じですね。リズムがあって面白いですよね。このゴンドラが自動で降りてまた自動で上がってくれるのがいいですね。そして3つ目の出口がこの正面のゲートです。ゴンドラに乗った時の切り替えレバーを元に戻してその下にあるレバーを動かします。この状態でトミカを下ろすとこんな感じでゲートの裏にある黄色いターンテーブルに降りてきます。あとはゲートの横にあるこのレバーを押すとターンテーブルが回ってゲートからトミカが出てきます。どの出口もスピードがあったりギミックが面白かったりして楽しめると思います。ただゴンドラは連続して乗せることはできませんしターンテーブルもトミカが溜まっていると引っかかって回せません。そういう意味ではちょっと遊びにくいかもしれないですね。それからこのセットにはもう一つのギミックとして電動クレーンがついてます。炭酸電池を2本入れた状態でスイッチをオンにします。そして上についてるこの黄色いスイッチを使って先端のクランプを上下させることができます。やってみます。スイッチを後ろに動かすとクランプが下がります。そしてこんな風に下につくと自動で止まります。糸がたわむと止まるようになってるみたいです。よくできてますね。そして逆に前に動かすとクランプが上がります。ただ上はこうやって自動で止まらないのでスイッチを使って止めてあげる必要があります。ちなみにクランプにはバネが入ってて洗濯バサミのように動かすことができますし先端には両側にゴムがついてるのでこうやってトミカをつかむことが可能です。でもちろんこのまま持ち上げることができます。またこの状態でクレーンごと回転させることも可能です。さらにクレーンはビルの方に動かすこともできますし土台の正面にセットすることもできます。正直音はかなりうるさいですけどスムーズに動いてくれて楽しめるクレーンだと思いました。複数台で連続してギミックで遊ぶのは無理ですけどスペースはかなりあるので手転がしで遊ぶのは楽しめると思いました。以上トミカの未来建設ビッグビルディングを紹介しました。Naozoohを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上の Naozooh マークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。